はい、じゃあ本日も皆様、原宿食サミット特別編、今日は4回目の連続シリーズのセッション4にお越しいただきましてありがとうございます。今日もですね、楽しく皆様と時間を過ごせたらと思います。本日全体の司会進行を務めます司会スタッフの赤崎と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日のテーマです。クリエイターの言葉の力、言の葉から生まれる人生の実りってことをテーマにして、本日も、外尾悦郎さん、そして箱ごとの原田さん、そして松島圭介さんで、もう1名最後に咀嚼、人としてビジネススクールの金子さんに登壇いただいて本日も開催していきたいと思います。次のページお願いします。はい、でご登壇は今申し上げた通り、こちらの皆様となります。はい、次のページお願いします。で本日のお願い事項2点でございます。質問の方は随時受け付けております。ぜひ Q&A の方に投稿をお願いいたします。またご質問以外のですね、感想など、はぜひチャットの方にご投稿ください。ぜひこの言葉がとても響きましたですとか、あとは自分はこういうことを思いましたみたいなこともぜひ皆様とシェアしながら、言の葉のシェアをできていけたらいいなというふうに思っております。はい、次のページお願いします。で本日のタイムテーブルは、大きく2つになります。1つはただいまより約1時間ほど外尾さんと原田さんと松島さんによる第1部のパネルディスカッション、そして第2部は7時からとなりまして、30分ほどお時間をとって、皆様との対談質疑等のお時間になります。ここは咀嚼ナビゲーターとして金子さんにご登壇いただきながら、皆様のご質問でさらに対話を深めていくというお時間で、クロージングも含めてだいたい終わりは7時半ごろ、盛り上がりましたら若干ちょっと延長するかもしれませんが、楽しく皆様お付き合いいただければと思います。はい、ではですね、開始にしたいのですが、その前に、今日もですね、皆様チェックインタイムということで、ぜひチャットの方にですね、今のお気持ちであるとか、今日こんなことを聞きたいと思っていますとか、こんなことをすごい楽しみにしていますみたいな言葉を一言ずつちょっとお書きいただけますと嬉しいなというふうに思っています。ぜひパネリストの皆様もチャットの方を打ち込めるようでしたら、今日はこんなところに自分も期待をしていますみたいなことを書いていただけるといいなと思います。では、1、2分ちょっと皆様のチャットタイムで、設けたいと思いますので、ぜひチャットの方で皆様今のお気持ちチェックインお願いいたします。松島さんから掘り込みます。怖い、ちょっと怖い。原田さん掘り込まれちゃうんですかね。ですね。はい、今日はそうですね、参加の皆様が今15名ぐらいですので、ぜひ本当に皆様とですね、いろんな声を聞きながら、はい、前説楽しんでいただきありがとうございます。今日はすごく贅沢な前説のお時間となりまして。はい、そうですね、金子さんもぜひ皆さんからの質問、感想、大歓迎ですよね。はい、じゃあお時間ももったいないですので、このあたりで始めていきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではもう早速ですが始めたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の、テーマは言葉ということで、博報堂の原田さんにお願いをして、はい、今日は外尾さんとの対談ということで会を設けさせていただいて、いただいたんですが、まずはですね、外尾さんが石を掘り続けてですね、1973年から2016年までの間に作ったこの作品集がありますと。で、作品集の一番最後のページに書かれていることをまず話をさせていただくと、石の話がされていますと。僕はヨーロッパに石を求めてやってきたと。掘るべき石を求めて何百頭も掘ってきたと。けれども掘っていたものは今思うけど自分だったと。石を掘ることによって僕は変わってきた。僕が石を掘っているのだが、石も僕を掘っていたのだと。僕こそが自分を探してきた石だったのかもしれない。
ていう最後に一句この文が入ってますと。で、まあ、外尾さんは多分石を掘ることによって、まあそういうなんか言葉をこう見つけていく作業ということをされてるみたいなこともたまに聞いてきましたし、原田さんは多分多くの方と触れ合うことによって、その多くの方たち、またその中でこうお仕事となってる人であったりか、悩んでる友達であったりとか、うん、そういう人たちの話を聞きながら、その人のこの悩みの原点ってなんだっけとか、この人が欲してるものってなんだっけっていうところを掘り下げる作業を、原田さん、はい、言葉投げかけて掘り下げてるんですよね。わざと言葉投げかけてるんで。そうですね。うん、でそういう作業をされながらこう掘る作業をして、その人の本質ってなんだっけと、この会社の悩みなんだっけみたいなのをどん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 掘られてる作業をしてるんで、言葉を生み出してますっていう的な、うん、クリエイティビティっていう風なところが出てるように見えるんですけど、やってる作業はどっちも、原田さんも掘る作業をしてるんで、なるほど、掘り続けた結果出てきてる真実をどう多くの人に伝えるか、これ多分外尾さんも石っていうものを、石には多分いろんな向きがあっていろんなところに硬さがあるんですけど、そういったものと対話をしながら見せたいものっていうのを、伝えたいっていうものを多分表現されてると思うんで、今日はなんかそういったお二人のやってるこの掘る作業、うん、掘ることによって出てくることをまず最初にお伺いしたいなと思いますと。で、原田さん、今日に至って外尾さんの本をしっかり読んで、読みました。ガウディを読んで、ガウディの伝言読みました。そこからちょっと原田さん、今日外尾さんにいろんな言葉を生み出しているこの外尾さんに聞きたいこと、どのように、言葉をね、はい、こう扱ってるお仕事なんですけど、うん、また多分違う、うん、言葉を扱ってるこの外尾さんに対して多分なんか感じることとかあると思うんで、僕なんかそこをまず率直にお伺いしたいなと思います。なるほど。そうですね。まあ私は言葉が仕事なので言葉を使うんですけれども、やっぱり外尾さんのあのお仕事、本を通して読ませていただいて、さっきちょっと導入、待合室でちょっと話しかけてたことですけど、長くそのガウディの言葉を聞くというか、ガウディの言葉を聞こうとされてた時間があったんじゃないかっていうふうに思いまして、つまり自分がそこに参加したからといって自分の、彫刻をそこにこう表現するというよりは、やっぱりこのサグラダ・ファミリアを通してガウディという人が何をやりたかったんだろうかっていう、そして例えば設計図だったり資料だったりも燃えてなくなってしまったりっていうところで、残された建物自体にいろんなガウディの言葉が残っているっていうようなことを聞かれようとしてたのかなっていうことが、私は一番いろいろ感銘受けたポイントがあったんですけれども、そういったそのガウディの言葉を聞くっていうことがどういった体験だったのかっていうことをちょっと伺いたいなと思ってました。いや、ありがとうございます、うん、深く読んでいただいたんだと思いますが、ガウディ、まず最初ね、僕が石を掘ったのがね、初めに、学生の頃人であって、木も鉄も、どんな材料だって、学生の短い時間でね、なんだけども、学生だから、ちょっと傲慢なところがあったかもしれないけど、これは軽いなと、もう軽いなっていうのは、もう要するに手玉に取れるというか、何でもできるなと。だから、鉄だって、もう自分に一番難しい関数曲線の2つの鉄の空間がこうガチッとピタッと、
合うみたいな、自分に果たしたその、まあ、作品集もあるけど、もうそういう一番難しいものを鉄にしても木にしてもこんなことができるのかなって言ったら、やっぱりできちゃうわけね、うん、ところがね、石は一番簡単な四角に掘る、丸いものを四角に掘るとかね、簡単な形がね、できないの、いうこと聞いてくれないの、だから引きつけられたんですよ。で、なぜ引きつけられたかというと、あ、こいつはその道具にな、自分が、まあそこで次のステップに行くんだけど、ステップっていうか掘っていくんだけど、はい、自分を探している、自分の心の中に何かむにゃーっとなった、ただマグマのようなエネルギーが若者っていうのはあるでしょう、うん、でもそれが何のためのエネルギーか使いようがないっていうか、何のためにこんなになんか喧嘩したいっていうか、そんなエネルギーだけが充満してるんだろうと、うんうんうん、その何を俺は探してるんだという道具に石はぴったりだなと思った。なるほど、うん、こういうのは石をは言うこと聞いてくれない、うん、汗がもうだらだら夏だったのも大変ですよ、うん、で毎日血は流れるんです。自分の血が一滴は必ず石に吸い込まれていく、うん、そんなね、なんて言うんだろう、厄介な材料がなぜ自分の役に立つかと思ったのは、その自分が探しているものが、なんか、こいつを通して何か得られるんじゃないかという思いで石の世界に入って、その石がサグラダ・ファミリアにヨーロッパに連れて行ってくれて、うん、で、そこでサグラダ・ファミリアというものに出会って、ガウディというものに出会ったわけ、ね。だからその時にガウディが、あ、このおっさんすげえなと。もしかしたら、この、ちょうど、まあ、僕が生まれた、100年前に生まれた人が、当然直接は話してないんだけど、うん、このおっさんは俺の先行ってるぜっていうね、うんうんうん、なんか気がして、で、それで、まあ一応サグラダ・ファミリアの彫刻家として雇われたわけだから、まあ、このおっさんをまず知らなきゃいけない。思って知り始めていくと、どんどん引き込まれていくし、うん、まあ、このガウディというおっさんがやっぱり作り始めたもんだから、アイデアもすごい、まずそれを知らなきゃって言って、うん、技術的なものとかいろんなこと、本とか、あんまりね、本書いてない、また書いてない人だからね、うんうん、弟子を通しての言葉しか伝わってこないからね。でもこれだけこのガウディというおっさんにのめり込んだ大先輩たちがいるというのがまた不思議だったね。そうですね。で、彼らが伝える言葉がガウディという人物の凄さを、もう言葉の裏にこの人はすごいんだということを一生懸命こう言おうとしてるわけね、うん、確信みたいなのを持ってるわけ、うん、確信を持った言葉をその伝えられるとね、うん、その本人から伝わるよりもね、影響力があるんですよ。うん、なんでこんな、あなたじゃないでしょ、この言葉。でも、うん、あなたどうしてこんなに信じてるんだと。うん、まあ、最初に金子さんが言ってた聖書の言葉でしたね。うん、その、ガウディの人間の魅力っていうのが、もう、言葉の少ない言葉がぐわーんと出てきて、で、このおっさんを知ろうと思ったわけです。うん、それは、重ねて言うけれども、自分を知るための大先輩だっていう確信があったからね。なるほど。うん、まあいろんなお伝えしたい、読んでいただいたガウディの伝言にしても、はい、伝えたいことはね、本当に10分の1ぐらいです。うん、ね、まあ、その後の時間も経ってるしね。そうですね。でもそれに共鳴していただける原田さんという方が、やっぱり同じような広い道だけども、うん、なんか、あっ、あっちに原田さん歩いてるなっていうね。あ、もう、ちょっと恐縮というか光栄というか、はいですね。僕もやっぱり言葉、そうですね、せっかく若い頃のお話をしていただいたんで、僕の若いところ時のちょっと傲慢な話をすると、僕も、文章がまあ上手というか、上手っていうのは結局他の人の評価で上手ってことなんですけど、
ちっちゃい時から、まあ、小学校の時から作文書いたらなんかコンクール入賞しちゃうし、あとまあ、あとはですね、そうですね、予備校時代に論文模擬試験ってのがあるんですよ。今の大学って論文が課題になってるところもあるんで、論文の模擬試験を受けたら例えば全国7位になっちゃうとか、うん、あとはまあその卒論も、まあ、少し哲学についてやってたので、まあ、書いたら先生たちにすごく、まあ、褒めていただいたりとか、まあ、ちょっと自分の言葉っていうのにはこう、まあ、自信と、まあ、不遜な気持ちも含めてあるわけですよね。それでそんな自分が言葉の力を持ってるんだから、その言葉の力を世の中に、まあ、行使しようっていうような、そういった思いでコピーライターっていう仕事を選んで、それまあ選んだ時はですね、言葉のことを哲学として少しまあ勉強してたので、その道に行こうかと思ったんですけど、その世の中の大きな経済の中に自分の言葉を使うとすごくこうパワーが増えて、広告という、要するにテレビという大きなメディアを通して言葉が届くっていうダイナミズムみたいなものにすごく惹かれて、まあ俺の言葉を世の中に届かせてやるぜみたいな気持ちですよね。そういった気持ちを持って入ったんですね、広告業界に。ただ当然入ってみるとそんな生易しいものではなくて、何かある商品の広告に自分の思いを乗せるというよりは、その商品が生まれてきた理由だったり、それを生み出した企業の方の思いであったり、あるいはその時に戦ってるライバルとの関係だったり、そういったいろんな関係の中でテレビコマーシャルの中にこの言葉を使おうっていうことが起こるわけですね。なのでとてもじゃないけれども、その自分が思うようにこの商品を見せようとか、自分色にこの商品を染め上げようみたいなことはとてもじゃないけどできないわけですね。で逆に言うと、でもその面白さに気づいたのは、今外尾さんがおっしゃったこととひょっとすると近いかもしれないんですけど、やっぱり企業の方がいろいろ語ってくださるわけですね。この商品ってこうなんですよだったり、あるいは研究所に行くと例えば、このテレビはこういう色を出そうと思って作ったんですよねみたいな話だったりとか、そういったその商品が生まれるまでにいろんな方がいろんな思いをこう紡いでいくっていうことの結果、その商品が生まれてるんだなっていうことを思って、そういう意味でどんどんさっきの待合室にいた時の話じゃないですけど、聞くってことがやっぱ大事だなっていう、自分が書くより前にまずそれを生んだ人たちの思いを聞くだったり、あるいはひょっとしたらその企業が生まれた、まあ、松島さんがよくおっしゃるオリジンですね、なんでその企業が生まれたんだろう、どういう思いを創業者が持ってたんだろうっていうところから組み立てて、あ、それで今この商品があって、この商品のテレビコマーシャルがこの10月から流れるんだなっていうふうに考えると、すごくまあ自分なんかがその自分の思いをこう表出するような場ではなくて、やっぱり大きな企業というドラマだったり、その時の世の中との関係の何だろうな、一接点に自分のなんですかね、コピーがあるんだなみたいなことを10年目ぐらいでやっと掴んだような感じでした、ね、うん、いや原田さんね、見かかって優しいね本当に。でもね、人と人がコミュニケートするってのはその前提大前提は優しさですよね、はい、でもそんな優しい原田さんがよく生き延びたね、このいや抜くような、しかもトップに、ね、はい、まあ、いろんな方に助けていただいたんだと思います、その時その時で、はい、まず優秀だったのは確かだけれども、うん、その優しさが強さを持ってたんですよ、原田さんはね、うんうん、優しいだけだったらここまで来てないでしょ、多分ね、うんうんうん、その原田さんの優しさの元になってるその優しさの強さっていうのは何か考えたら、うん、やっぱりそういう若い頃、うん、学生時代に、うん、その人間の持ってるものに多分悩んだりしたから、うん、哲学とかそういう言葉がいろいろ出てきたんだと思うのね、うん、はい、言葉っていうのは
ことの葉って書くように葉っぱなんですよね。はい。で、あの僕のこの後ろにあるこういうこのここにはこれ上はね、これ全部フルーツなんだけど、うん、ここにあるのはね葉っぱなんですよ。うん。でもね、この下の方にはあのこの色づいてないその石の1トンぐらいあるんだけども、うん、1トンの中に葉っぱと実が石で掘るわけね、うん、それを1回掘るわけ、うん、1トンの石を、はい、でそれを何百個と掘るわけだけども何百種、はい、1週間に1個でその意味はその実が青い実を熟すこの色を付くようにするには葉っぱが太陽に向かって光を浴びてでそれをエネルギーに変えて、うん、で実に実を実らせる、うん、葉っぱっていうのは実を実らせる熟す、はい、ものすごい栄養をあの、まあ、受け取ってそれを、うん、まあ、言ってるね言ってるのね、うん、で我々の魂このフルーツというのは我々の魂の象徴だから、うん、我々の魂も言葉によってその我々の魂を実る、うん、この言葉というのは、うん、あの決してその国語的言葉だけじゃなくて科学的科学の言葉数学の言葉、はいはい、もうそういったそしてあの、ビジネスというお金が回るというそれも一つの栄養を与える言葉の一つだと思う、はい、でその葉っぱの一枚一枚が栄養を持ってないとダメなんですよ、うん、つまりここにあるこのこれ実と離れているこれ実はね落ちていく葉っぱなのね、うん、枯れる葉っぱなの、つまり実が熟した葉っぱが落ちていくんです。だから原田さんの目的が達成された時にはその言葉だけが残ったんではその言葉は意味をなさない。つまりその時に大事なエネルギー言葉の持っているエネルギーが相手の方に伝わった時にはその言葉は枯れて落ちていかなきゃいけない。なるほど。言葉も全てのものも生まれ変化をし、はい、死んでいく、うん、はい、これが順番でそれがもう誰もその壊すことのできないサイクルです、うん、変化をし死んでいく、もうこれはあの逃れられないことなんだけれども、うん、この栄養を伝えたこの葉っぱたちは枯れていかなきゃ、だから僕は掘るとき苦労しましたよ、うん、でっかい葉っぱをね下の方では実と一緒にある葉っぱは新鮮なピンとした葉っぱだけど、うん、この落ちていく葉っぱはね少しこう形をこう変えていく、うん、枯れていく葉っぱだからね、うん、形が変わっていくものでなきゃいけない、うんうん、そんなの見る人はね全然わかんないと思うけれども、うん、なるほど。で言いたいのはその葉っぱは、うん、人の役に立つ葉っぱというのは言葉というのは、はい、根っこに枝に伝わってなきゃいけないし、うん、その枝は根っこに伝わってなきゃいけないということです、はい、そして一度落ちた葉っぱは拾っても何の役に立たない、あ今度は土になって栄養となってこの根っこからまた新しい葉っぱに栄養を伝えるしかないんですよ、うん、今我々は言葉を人の言葉とか落ちた葉っぱを言葉を使ってないだろうか、うんうん、なるほど。使い古された言葉を使って何度それを大声で語りかけてもそれは人の心には伝わらない、うん、枝の先っちょにちょこっとくっついてる生きた言葉、その枝はしっかりと幹につながって幹は根っこにつながっている言葉、うん、それをおそらく原田さんも探してるんだろうし、そうですね、飛んでなきゃ人の栄養にはならないし、うん、本当にあの、そうなんです、あのちょっとまあ、 あの企業の方には偉そうな言い方になるんですけど、あの広告を作ってるうちにその要するにお客様に向けての側面もあるけれども、例えばこのコマーシャルにこういうコピーを使ってるこういう言葉を使ってるっていうことで企業の中の人が元気になるんですよね。あ、自分たちの商品をよくぞこういうふうに表現してくれたっていうことであったり、あとなんとかな、そういうふうに自分たちが見えてると思うとその誇りが持てたりっていうこともありますし、あと一番やっぱり大事なのはあの企業スローガンと言われるあの企業のロゴの下に書いてあることですね。多分10年ぐらいごとに変えていくものなんですけども、まさにあれは外さん今おっしゃったように中の人に
あの外にどう見せるかというよりは中の人にあのエネルギーを与えるための言葉なんですよね。我々はこういう使命を持って社会に存在してるんだと。なので、あなたがやって日々やってる仕事は社会にとってこういう意味があるんですよっていうことをあの社員の方に伝えて社員の方を奮い立たせたり、あの社員の方がよし頑張るぞって思ったり、そういった、機能をしてるんだなっていうことが、まあそうですね、10年目ぐらいの時っていうのは本当にいろんな気づきがあったんですけど、だからやっぱり外には出なくても企業の中にある言葉を作るっていうのをすごくあの大事に今でもしてる、はい、あの部分ですね、うんうん、なので10年ぐらい使える言葉と広告でそうですねテレビ CM だと2週間で終わっちゃう言葉もあるんですけど、だからいろいろ長く使う言葉、中くらいの言葉、2週間だけの言葉、ひょっとしたら新聞だとまあ1日しか使わない言葉あるんですけど、やっぱそういうどれぐらい使う言葉なんだろうかっていうのはすごく、知恵を使うところですね。うん、ね、葉っぱの中にもいろんな葉っぱがあるからね、いろんな竹になると色を変える葉っぱもあれば、気づかないうち、はい、あの針葉樹なんてどの葉っぱが落ちてんのか、うん、誰にも気づかれない。だってちょっと人さんにお伺いしたいんですけど、このことの葉っていう本もそうなんですけど、いつ外尾さんはガウディのオリジンと日本人のオリジンが一緒だって気づいたりとか、どうしてその石を掘りながらこの言葉の大切さに気づいたかって、そのなんかきっかけって多分あると思うんですよね。今おっしゃってたように葉っぱのがね言葉であり、そういったたくさんの栄養素を集めてくれるおかげで、まあ、それがあの花を咲かして実らせるっていう、これは人生だっていうことにつながるみたいなことをおっしゃってますけど、いつ気づいたんですか？何をしてるときにあれってパーッと降りてきたって多分あると思うんですよね。多分いろんなところにインスパイアされることあるんですけど、いやだってあの今さっき言ったけれども、この1個 の彫刻、これあの1トンあるんですよ、はい、御影石で、これをね5日で掘るんだよ。月曜日に原石が来て、で金曜日には持っていかなきゃいけない。でそうしないと乗っけていかないとあの工事ストップしちゃうから何十人という現場で働いている人がね。でそれで何百週 もう休みなく作ってくる中で、まあ、それを始める前だけど、彫刻を掘るという時にね、あの意味がよく分かってないとあの掘れないですよ。うん、まあ、こういう形を掘ってくださいって他のこと考えながらお金のことだけ考えてね、それじゃあね掘れない。まず最初に言っとくけど、あの掘るという漢字も芋を掘るという土を掘るというのと 石を掘るのと違うからね。で、まあ、そのことはちょっと後で説明するとして、うん、そのこの意味を探していけば誰にもあの分かると思ってたら誰も知らなかったの。ガウディの弟子の人も聞いてなかったし、じゃあなんで何百個も俺掘らなきゃいけないんだと。でそれで自分の中であのやっぱり苦悶するわけですよ。でその意味を自分で探すしかない。で日本人でよかったなと思ったの。桜神は日本人が働いてなきゃいけないと思うけれども、その日本人というのは地震とか台風とか津波とか、まあ今度のパンデミックは世界中だけども、いろんなあの自然災害というものにあの見舞われて生きてきたわけです。その苦悩の中から自然というのはすごい力を持っていて、その自然を生かすしかないんだと。自然を対抗して、それを自分たちで何とかしようなんていうのは、もう絶対にできないことなんだということを日本人は知ってるわけね。うん、で、ガウディも生まれた時からリウマチだったわけ、小児リウマチって今でもあるけれど。その、なぜ僕は学校に行けないんだ、なぜ僕は鬼ごっこができないんだ、なぜいつも一人ぼっちなんだという疑問の中から、ふと座ってなきゃいけないおじいちゃんの庭で見ると、その色がきれいな太陽の太陽の光によって色を変える、トカゲとか虫とか蝶が飛んできたり花があったり、そういう自然を見ていると
その体の痛み、リウマチという子供でなんでなんだというものが全部吹き飛んじゃうわけ。つまり自然がガウディを救ってくれた。日本人と同じ原体験というか、それを一人でやってしまったわけです。で、その自然の魅力というか、自然の奥深さからガウディは離れられなくなって、それがガウディの観察眼を養い、その観察眼がガウディという天才を生んだわけですね。だから同じ苦悩を日本人とガウディがしていて、そこを救ったのが日本自然というものであり、自然の力強さであり、だからオリジンは一緒なんです。ガウディは日本の土地を踏んでないけれども、だから自然に対する考え方がその当時ガウディの時代に流行っていたアール・ヌーボーとか有限としているとかモデルニズムと言われているその自然の表面的な美しさ、まあ、それは日本という当時浮世絵とかが東洋なんて言うんだろう、魅力ある東洋の文化が入ってきだしてヨーロッパに入ってきた時代だからね、うん、そういう東洋の魅力を先んじて取り込んだドメニック・モンタネールとかそのヨーロッパの知識人たちが日本文化の表面的な美しさ、自然のもっと日本人が持っている自然に対する敬意とかそういうものから生まれてきた、でも絵としては表層的なデザイン工芸的なものがこちらで表層的に受け入れられる、だからアール・ヌーボーとか生まれたんだけども、時代は同じであってもガウディはそうではなく自分の中からその自然の魅力を見つけたから、そのもっと深いんです、力強さ。だからこちらに伝わってきた東洋美術が影響を与えたわけではなく、もっと深いところからの自然に対する目というものがあって、同じもの、もうオリジンは同じだと僕は思ったし、うん、この葉っぱの意味を誰も説明できない意味を日本人でよかったのはことの葉だと、実を実らすためには葉っぱがあるからだと、うん、だからこれは日本人のみんなが持っている知恵ですよ。だからそれで最初うちはフードという言葉を使ったんだけど、そのフードというものがその人の DNA って言ってもいい今の言葉である、それはもう自分だけじゃなくて代々伝わってきている知恵です。その知恵から逃れる必要もないし否定する必要もない、うん、むしろそれを生かすべきだと思う。でそれぞれのフードの人がどっちが偉いとか言うのではない、その知恵を持っているわけですから、それを生かしていくこと、まあ、原田さんの戦っていた時代にグローバリズムという真っ只中だったろうけれど、うん、はい、まあ、グローバリズムという言葉が出てきたとき、そのブッシュの息子がなんかやろうって言って日本を乗せられちゃった、世界が動き出した、その時にグローバリズムって何だろうと思った。本当のグローバリズムというのは単に自分の持っているものに気づくこと、多くのフードの中で生きてきた人、そのフードを嫌う人がなぜか多いんだけども、自分の持っているものを知らずによそのものに魅力を感じてそれを自分のところに持ってくるのがグローバリズムと勘違いしてる、うん、そうじゃなくてグローバリズムというのは自分の持っているものをまず気づき、そしてその持っているものに磨きをかけ、そして世界のレベルに高める、それが本当のグローバリズムです、うん、このフードを自分が活かせるかどうか、それがグローバリズムだと僕はその時は思ったの、うん、ところが世界が違う方向に行ってしまった、うん、だから今の時代が困ったことになってるわけです。そうですね、まあ幸いにもですね、日本は元号が変わりました、令和になったんですよね。で、令和になったんですけど、じゃあ令和の意味して調べてみようと思ったらね、外尾さん、やっぱり僕らがたどり着くのはですね、同じところなんですよ。ふるさとですよね。これ、大友の旅人が、万葉集の要するに、梅花の宴をした時であろうって言われる、徳郎清張跡地にある、記念館の中にあった模型なんです。これ、撮ってきたんですよ、これ。うん、非常に興味深いなと思って。で、この梅の花って言われる
その当時一番ハイカラだったもの、中国から入ってきたものの中で宴をして、ここで自然を感じ、この梅の香りがする中、ちょっと肌寒い中で、ここで感じているものを言葉にしようって歌を歌ったって話なんですよね。で、その時にね、何食べてたかっていうのまでこう再現されたものがあるんですよね。立派なもの食べてんなと思いながら僕はこれずっと見てたんですよね。で、こういったものを食べながら、多分あ、こういうもの食べたらね、あんまり刺激が強くないから穏やかになれるんだろうなと思いながら僕は見ながら、で、心で感じ、胃で感じ、安らかになった中で自然と共に対話するっていうことをやったんだなっていうのを、僕はこういう時代だからたまたまね、本当に令和っていうのになって、まあ令和の時代になったからこそ、その令和の原点になった万葉集、万葉集の梅花の宴ってどこだって、たまたま僕がいつもおばあちゃんと散歩してたコースの上だったんですよね。高本八幡宮って大友の旅人がの家があったところって、うち僕を幼少期におばあちゃんと一緒に、つくし取ってたところなんですよね。ここかと思ってね、もうなんでこんなところがっていうのもあったんですけど、行ったら行ったでいろいろな発見があって、非常にこう五感がこういろいろ働くような場所だったっていうふうに思いました。でそこで、今回日本人のね、オリジンとガウディのオリジンっていうところでね、そこからいろんなことを考えなきゃいけないっていうことで、まあ、原田さんと今回お願いしますってことだったんですけど、原田さんがね、見つけてきたものが面白かったですよ。昔のね、和歌集を見つけてきて、言の葉の種っていうことで、大和歌っていうのは、人の思いを種として、言葉になったものである。そういったことを、原田さんは見つけてきてですね、やっぱりね、僕ら日本人っていうのは幸いね、日本語っていう言葉と、それからね、漢字って言われるね、唐から入ってきたものですね、中国、今でいう中国から入ってきたものをこう使い分けることによって、いろんなこの言葉を生んでるんですけど、そこの発想の原点にあるのがもちろん中国から入ってきたものもあれば、私たちがこの自然という環境の中から感じているものを言語化してきたっていう、この両方をこう使い分けながらこうやってきて、しかもこの万葉集の、まあいろんな説あるんですけど、実はこれこの梅花の宴っていうのは中国に向けて自分たちの文化レベルが高いぞっていうことを伝えるためにやったものであるっていうふうなものも言われてるし、と同時に自分たちがそういうふうに心の中からこう感じたものを表現するっていうことを大切にしていきましょうって言われるっていう2つ意味があるっていうことをなんか言われてたりするんですけど、まあ、僕は本当幸い太宰府で生まれて太宰府で育ってるんですが、外尾さんの同級生のお一人であるね、太宰府天満宮のもう元宮司ですけど、西田勝司さんがね、僕にねおっしゃってくれたことが1つあるんですけど、天満宮、神社は本来人間の感性を研ぎ澄ませたり、育てるための場所であると。ここで自然をめでて感性を磨くことが必要であるっていうふうなことを、祖宗さんの同級生である西田和志さんおっしゃってるんですよ。お二人ともね、原点一緒だなと思うんですよね。で僕は幸いお二人とも知ってるんでね、言い方は違うけど、おっしゃってることは一緒だなと。で幸いそこに本当に日本人であるっていうところが非常に重要視されてて、だから外尾さんはこの桜田ファミリアでもずっと今の立場を守り続けれるきっかけになってると思うし、僕自身も多分ヨーロッパでこうやってフランスで生き続けれてるっていうのは日本人であるからなんですよね。だからヨーロッパの人たちが気づけないところに気づけるから、そこにコミュニケーション、料理というコミュニケーションができるから多分生き続けれてるのかなというふうに思ってますと。で、改めてなんですけど、原田さん、はい、この日本人とガウディのオリジンというところで、言の葉ってなった時に、はい、なんでこの和歌集にたどり着いたんですか？いやいや、これはですね、
まあ、これもガウディの伝言読んでてことの葉っていうところがあったんで、あの自分があまりにもあのなんだろうな、当たり前のように言葉っていう、言葉っていう言葉を使ってるなと思って、言葉という言葉が日本人の中でいつ頃使われ出したのかっていうことをちょっと調べてみようと思ったんですよね、うん、そうするといろんな諸説あるんですけど、さっきの古今集の、うん、要するに言の葉っていう使い方のあたりが一番そのなんだろう、一番というかこのあたりから使われ出したという説があって、まあ、ここで人の心を種としてよろずのことの葉とぞなりてるっていう、うん、要するにこと心の中にある種が、ことの葉となるって、ここでも植物のモチーフが使われてるわけですよね。だからそれまでは単にことって言われてた時代もあったみたいなんですけれども、このあたり多分その和歌を読むっていう、あ、ここ僕の想像です、僕の想像ですけど、やっぱり和歌を読むという作業が自分の心になるの中にあるものを言葉として出すっていう作業なので、多分それを植物の例えで種、心の中の種をが育って葉っぱになるっていうようなイメージになったのかなっていうふうに思います。外尾さんどうですか、僕たち日本人がこれやっぱりこの今のね世界の中のモヤモヤを、このモヤモヤっていう種を葉っぱにしていかなきゃいけないと思うんですよね。で、僕今から15年前か16年前ぐらいに桜田ファミリアに初めて行った時はね、外尾さんにね、そろそろね、日本人が世界にちゃんと発言しなきゃいけないんだよっつって、もうその当時まだ工事現場の中に入るように、上まで、工事中の上のとこまで連れて行っていただいてですね、その頂上でですね、僕とその当時一緒にいた岩倉智美さんの、子孫である岩倉弁護士と2人でその話を聞いてね、その屋上でね、2人して男泣きしてたんですよね。いやー、もう久しぶりにね、大の大人に泣かされたなと思いながら男泣きしてたんですけど、で、その当時外尾さんね、おっしゃってたのは、松島さん、ユーロってどう思うって言うから、ユーロのね、議会に呼ばれて今度行くんだよと。で、そこで言おうと思ってるのは、ユーロをもうできたと思ってませんかって最初に一言言うつもりだっていうことをおっしゃってたんですよね。で、やっぱりなんかそうやっておっしゃってて、やはりそろそろ日本人が気づけれることがあると。だから世界に対して言わなきゃいけないことがあるんだから、頑張ろうって言われた瞬間に僕らは泣いてましたと。そういうことがあったんですけど、いや、本当にハートで受け止めてくれて、いや、僕も誰彼に言ってるわけじゃなくて、それをちゃんとしっかりと受け止めれる人だろうと思っていたから、それが通じてとっても良かったけれども、その日本人の、まさしにあなたも外国でやっていて、今まで来れたのはお互い迎合しなかったからだと思うんだよね。その土地にたった一人でやってきてだよ、生き延びていくってのはこれ大変なんですよ。その現地の人たちは何にもしなくても生きてられるわけ、そこでは。ところが外国人であればもうそこにいるという、そこの空気を吸うということとのためにものすごい書類がいるわけ。昔は簡単には取れなかったです。で、その土地に住まわせてもらえる、それと戦い、また仕事をするとなったら、旅行者はみんなね、お金置いててくれるからいいけど、そこで金の取り合いをするとね、もうまさしく最悪の敵同士ですよ。なんで同じ仕事をするんだったら現地人雇うのは分かってるわけだから。だからどうしても嫌だけれどもこいつに仕事を頼むしかない、もしいいものを作るたいのであればというレベルを維持しなきゃいけないわけね。その戦いもやっぱり大変です。で、その基本にあるのはやっぱりその土地の真似をしていたんじゃその土地のものに負けるのは分かってるわけだから、常に自分を維持すること、自分外国その土地のいいものというのは、ね、原田さんもご存じだろうけども、
その土地の人には灯台元暮らしっていう言葉があるよ、うんうん、見えないんですよ。でも外国から来た人にとってみたら、その土地のものが全てが新鮮に見える。こんな素晴らしいものがあるじゃないか。でもその土地の人にとっては当たり前なんです。サグラダ・ファミリアなんて40年前誰も見に来なかった。土地の人は見向きもしなかった。むしろ嫌われてましたよ、サグラダ・ファミリアはね。でも今旅行者が、外国人がその見学に来るという、あ、なんかいいものなのかなと思い始めたのね。つまり外国人の目を通してしかその土地の風土の良きものっていうのは見えない。その利点をやっぱり お互い生かしてきたからだろうと思うし、生かし続けなきゃいけない。それがその土地の人たちのためにもなる。ただその戦いは激しいものです。で、日本人がそろそろ世界のトップに立とうというんじゃなくて、発言しようよと、リーダーになる素質がある、いっぱい要素を持ってるんだと、世界を 見る目が日本人は違うんだと、もしくは未来はの人類がもし生き延びようと思うのであれば、日本人の感性を持ってしてないと生き延びれない。自然との共和ですよ、その知恵ですよ、自然との知恵を持っている日本人。これ世界でね、まあ、いろんな原住民の人たちもいるけれども、文化としてしっかりと系統を立てて、自然というものをハートの中に感性として持っている人種というのは日本がやっぱりトップだと。その今感性という言葉を使ったけど、この感性という、九州大学で感性で教えてたのよそうです。でもね、感性という言葉はね、誰にもわからない、ね、生まれながらに宮司の家に生まれたわけだ、長男としてね。これは大変ですよ、勉強をしないとね、うん、日本の歴史から何から、その太宰府というものの価値、それを知らしめていくのが彼が生まれながらに持った義務だったわけね。彼も苦労したんだろうと思うけれども、その象徴としての太宰府は、まあ、太宰府だけじゃなくていっぱい日本にある。それは全て自然の知恵の象徴なんです、うん、今最初にお料理をね、見せてもらったけれども、その料理、本当に外国じゃ一番欲しくなる料理だよね、うんうんうん、外国に住んでる邦人たちが一番食べたくなる。それはその根っこに持ってる体の細胞が、いかにこちらのもので1年で細胞が生まれ変わったとしても、その DNA というのは変わらないわけで、その細胞が欲するものが、やはりその自分が生まれ育った風土の食べ物なわけでね。それはやっぱり感性とも関わって、どうしても逃れられないというのも、逃れる必要がないけど、関わってくるし、それを生かすことによって人類の未来というものが良き知恵を受けるんじゃないかなと思ってます、言いたいことはまだあったけど、まだなっちゃう。言葉というものが、最初にうち合わせの時にも言ったけど、生まれ変化をし死んでいく、うん、その、和歌集が日本文化を、中国、世界はその時、まあ、中国だけだったんでしょう、日本から見ればね。しかも強大な力を持っていた、文化を持っていた。そこにその日本独自の、その中国の漢字、今も中国漢字なんてないけれども、その漢字を本当に生かして今まで残したけれども、その最初に日本独自のものを作った、ひらがなとかそういったものを、うん、言葉を作っていった、その元にあった DNA としての種が日本のもの、それを種を生かし続けなきゃいけない。で、そこでもう一つ、その忘れてはいけないことは、言葉というのは、まあ、心優しい皆さんがコミュニケートという言葉を全面的に、自由という言葉と同じように信じきっているけれども、実はこれはとっても危険なことで、言葉というのは実は人と人をつなげるためだけにあるんじゃない。むしろ人と人を切るためにあるんです。はい、そうですね。日本の和歌、そこで日本独自のものがを見せるんだぞという、そういう文化をこれから私たちは日本という国を持っているんだ、作っているんじゃない。持っているんだという証明、宣戦布告です。
その言葉は隣同士が全然違うものになっていく。その村同士だってちょっと違うものになって、あえてそうしようとする 人間のなんて生存本能です。その自分を確立していくアイデンティティを、うん、その育てていくというか構築していく、その文化の最たるものが言葉です、うん、でその持っている力というのは内部 そのコミュニティの中では伝わるようにしながらも、実は最大の、まあ目的というか、うん、果たされた役割というのは違うコミュニティと切るということ、うん、そういう文面もある。だから言葉の裏と表、やはりこれをよく知っておかないと、今それに気づかずにその言葉によって無意識にコントロールなく幼い柔らかい実り始めた魂の古果実がその些細な言葉によって傷つけられ、切られちゃうことがありますよね。でその実は傷は実が成長するとともにどんどん大きくなっている、うん、その傷は消えないんです。だから言葉の持っているそういう人を切るという力、うん、これが今あまりにも無法ずに、うん、いうか研究が進んでない、あまりにも日本人は言葉っていうか自由とかそういうことを信じきりすぎている。もう少し大人にならなきゃいけない。そして大人になった文化を持って世界へやっぱり繰り出せる文化をもう根っこで持っていると僕は思いますね。そうですね。なんか今言葉が昔よりも使いやすくなってるんですよね。使いやすくなってるというのはツイッターだったりフェイスブックだったり、まあ、パソコンだったりっていうのはこの20世紀の後半から、言葉を書いて人に発信するっていうことがとっても簡単になったんですね。それまでは要するに自分の書いた言葉を人に届ける、誰か読んでもらうってすごく特別なことで、一握りの人しか、まあ、その作家だったり、まあ、メディア の仕事で自分の言葉でを届ける仕事をしてなかったんですけど、簡単になってコストが下がったので、ものすごく無防備に今言葉を使って世界に読んでもらえるもらえないはあると思うんですけれども、発信しているためにもう少し言葉の使い方をプロの人たちだったら気をつけてたかもしれないものが割と無意識に使い始めて、そして無意識に世界に発信されちゃうので、そこはもうちょっと気をつけないといけないのかなっていうことを最近思いますね。道具を人間は作ってきた、うん、猿も道具を少し使うけれども、その道具の二次、細工っていうんですか、うん、道具を作ってまた二次の細工をした上でそれを使ってやって、うん、その二次的な二次道具を作れたから3時、4時、5時、今6時、ずっと複雑な道具が作れてきたっていうのがありますね。うんうん、同じようなことを今こういうコミュニケートの道具として使えているんだけども、すべての道具はそれを使う責任というものがある。うん、それによって加わる。だって車をみんな運転してるけれども、みんな凶器 を運んでるわけですよ。で、その責任というものが法律的にもいろいろと制御されているんだろうけれども、うん、道具を新しい道具を持った時に18歳の子供と同じようにブワーッと走り出して、でブレーキ効かなくて事故を起こしてしまう、うんうん、その責任というものをまず最初に教えないと、うん、道具は使っちゃいけないんですよ。まだ使いながら責任というものを学んでいかなきゃいけない、うん、まあ昔の大昔ですよ、はい、もうエジプト以前の文化が教育で3つのことしか教えてなかった。それは馬に乗ること、当然馬しかないからね、今の車です。その馬の乗り方も人を殺めるぞということを教える、うん、この危険性を教える、自分の命も危ない、うん、と残り2つは何かというと、
嘘をつかないこと、うん、そうしないとあのお前の乗ることを教えたって嘘をつかれたら人を怪我をめたり、うんうん、と3つ目は目上の年寄り年上の者に敬意を払い尊重すること、つまり年寄りを大事にし嘘をつかずに馬に乗ることができれば、うん、市民として大人あの招かれたわけです、うん、つまり責任を果たすということで、その3つのことが今教えられてるだろうか、うん、そうですね、その大事な種を植え込まずにいくらいろんなものを道具を、これはもう危険極まらない世界を今我々は構築していってるわけです、うん、いや本当そういう意味では言葉の使い方っていうのはどこで、まあ今の小学校の国語の授業っていうのは、まあ、戦後からずっと同じあの考え方でやってると思うんですけど、これだけ簡単に言葉がいろんな人に届いちゃうっていう環境になった時にどうやってこの道具を使うのかっていう、そのこの道具はいい道具だけど、まあ、要は人を傷つける、ひょっとしたら殺しちゃうこともあるよっていうようなことはどっかで学んだ方がいいんだろうなっていうことは思いますし、もうだから人を思いながらケアしながら使えばすごく人を温めたり、その人にエネルギーを与えることもできるけれども、まあ最初外藤さんがおっしゃったこととちょっと違うかもしれないですけど、やっぱり向こうとこっち側を分けたり切ったりする、お前は何々派だけれども俺たちは何々派だからなみたいな、そういった風にも言葉って使えるんで、そういう意味ではこんだけ簡単に、だからもう本当にみんなが使える道具になってるのに、その道具で何ができるかっていうことに関しては無防備なのかなってちょっと思いましたね。小学校の時ね、これ中学校だっけな、これ西高津自分も勉強してる、うん、森外だったかな、掃除するのにバケツに水を汲めと言われて、うん、で子供だからそのバケツにいっぱい汲んで水を汲んで歩いていくと、もう徹底的に叱る、うん、お前はこの水のバケツを運べると思っているのかと、うん、つまり運べると思ってますよ、簡単ですよ、バケツに入った水を運ぶから簡単ですよ、で運んでいくとやっぱりピチャ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 飛ぶわけね、うん、つまり8分も水を入れちゃダメだと、あそれでいいから半分、お前だったら 3割でいいんだと、うん、つまり水をバケツで運ぶというこの道具ですら人間はちゃんとできない、うん、それを単に水がこぼれるぐらいいいじゃないかということで教育を怠る、うん、そこが今の問題です。そうですね、だからペルシャの文化が教育がもう古くて今の時代に合わない、それは当然でしょ、誰もが馬に乗れるわけじゃない、だけども、うん、基本の種は人類は昔から変わってないんですよ、そういう嘘をつかないとか目上を大事にするとか、うん、そして人の心を痛めない、うん、その優しさ、うん、それが今も生きているのはやはり日本だと思うし、各いろんな国にも残っている、ただそれが経済という理由で何か踏み外してしまって、うんうん、これはね、まあ、時間があまりなくなってきたけども、そのヒトラーの歴史に顧みずとも、うん、人類史はずっと同じような残虐なことを繰り返してきてるわけです。繰り返してますね。そのタイトルのものが、まあ、ヒトラーであり、ウイグル地区の残虐な行為であり、いろんなことが起こっているけれども、うん、我々にはその可能性 を常に秘めている野蛮な動物であるということが、うん、シビリゼーションという名のもとでそんなことはないでしょということにみんなが思ってしまって、これ忘れちゃいけないことなんです。我々は残虐な生き物です、うん、その残虐性を抑えながらどうやって生きていくか、だからおっしゃる通りですね、うん、まず、うん、その中でやっぱり優しい文化を、うん、やっぱり自然から、これは恐ろしい自然から、うん、しかも自然というのは無垢な恐ろしさです、うんうん、もう意識的に悪意を持って自然がやってるわけでもない、うん、無垢な巨大な力を持った、うん、意図ないんですもんね、
と自然とどうやって向き合っていくか、うん、よしよしとしながら行く、うん、まあ、それがそういう神社の文化であったりいろんなことになる、うん、そういう形として出てくるんだけど、うん、そういう炎の一つにしても人を怪我させる、やけどさせるという自然のもう巨膨大な無くなる力を人間がどのようにしてよしよしと言いながら、それと今我々が話している1時間の間にもう銀河系では80万キロ飛んでるわけですよね。そうですね。その宇宙のちっぽけな石ころ、水を持った石ころが奇跡的な石ころの上で我々がどうやってこれから生きていくか、その地球上のそういう自然だけではない、もう宇宙のものすごい自然をもう物理学が解明していってて、まあ、これはもうとってつかない人間にはどうしようもないことだというのが、その中で人間が平和に限りある命、変化を指針でいく、その文化としての人類がどうやってこれからやっていく、今これからの1000年少なくとも考えないと。そうですね、うん、なんか今そういう、そう、すごくいろんなことが語られてるようで、なんだろうな、例えばさっきの人間って残虐なんだよっていうお話、まあ本当にその通りだし、僕も普段当然怒りをすごく感じたり、この野郎って思う時もあるんですけど、当然仕事の時はもちろんそのケアをしながら言葉作るっていう、でもやっぱり自分の中にそういう残虐だったり怖い部分があるっていうことを分かっておくのはすごく大事なような気がしていて、だからちょっとこう人間って希望を語るときにはすごく希望を語りたいからすごく綺麗な人間として語っちゃうんですけども、どっかで怖いものなんだよっていうことも同時になんかこう分かっとくことだったり、言葉、自分の言葉で人が死んじゃうんだよっていうことだったりとか、そういった部分も含めてなんかなんていうんですかね、暗いところとか影の部分も含めて人間なんだっていうことをみんながちょっとずつ分かればいいのかなってさっきから思ってました、うん、いや、優しい人はやっぱりそういう強い優しさを持つためにはそういうことを知ってのことでしょうね。そうですね、ちょっと一旦ですね、一部目を終了ということで、まあ本当に日本人であるということから、まあ、僕は本当に今のタイミングで令和っていう言葉をもう一度見直したいなっていうふうに思ってますと。まあ一応我が国の首相はですね、まあ、令和を発表したときに、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つと。という意味が込められているっていうことをこの令和におっしゃってたんですよね。で、このコロナになってからこの原稿が令和ってなってたらみんなもうちょっとね、よしよやるぞってなってたかもしれないんですけど、令和になってからコロナになってるんですけど、もう一回この令和っていう意味をね、こう見直したら、非常に皆さんこう感じることってたくさんあるんじゃないのかなと思いますと。で、一応この令和の中にはね、人々が美しく心を寄せ合うということで、ここからはちょっと咀嚼タイムということで、今日いろいろとこうお話があったこのいろんな言葉をまあこう咀嚼しながら、まあ今日この会に参加されている方たちと一緒にちょっと寄り合うことで、寄せ合うことによって新しい文化を作っていかなきゃいけないから、今回のこの外尾さんの対談もあると思うんですよね。で、一応このクリエイトするって、新しい時代をクリエイトするっていうのも人の寄り合いから、寄せ合いからじゃないとやっぱり生まれてこないと思うんで、まあ、いろんな専門家の方たちとのこの対談っていうのをこうさせていただいているので、改めてこの令和の時代っていうこのね、もう去年から言ってるわけですよね。で、そういった時代で僕らは生きているので、共にこう考えること、共に話し合うことで気づいていくことが必要じゃないのかなということで、外尾さんの言葉、それから春田さんの言葉っていうのはこれ非常にいい意味でも重たいので理解もしづらいことあると思うんで、はい、ここを一旦金子さんに咀嚼ナビゲーターとして一度入っていただいて、はい、今のこの1時間の話を簡単にこう咀嚼していただき、そこから皆さんのいろんな意思をいろんな気持ちをこう拝借していただきながら、はい、こう文化を作る時間にできればと思います。はい、ありがとうございます。ビジネススクール教員の金子です。
私なりに咀嚼をしたいと思います。もうすでにお腹いっぱいな感じがあるんですけども、まず最初にですね、原田さんがおっしゃっていただいたことから少し入りながら皆さんからいただいた質問につなげたいと思います。はい、原田さんが先ほどことと言葉とことをおっしゃってくれました。もともと言葉っていうのはなくてことがあって、でそこから言葉になったと。でそれは種がことであって、そこから実際に葉をつけたものが言葉なんじゃないかと、こんな仮説を言っていただいた。でこれが実際にサグラダ・ファミリアにも葉っぱや実があって、で聖書の中には良い木からしか良い芽は生まれないと。でこれ実か葉かっていう違いはあるんですけども、まあ、同じような意味で捉えるならばそうじゃないかと。悪い木からは悪い実しか生まれない、悪い木から意味を生まれることはないし、良い木から悪い実が生まれることはないと。そうするとおそらくお二人がおっしゃってるこの良い木、良い実、あるいは種、こと、そして言葉っていうのは結構近いのかなという気がしました。でそこで質問に行きたいと思います。初めのお二人から質問が来てるんですけども、人々がこう優しい言葉、なんかヘイト的なツイッターとかじゃなくて、もうちょっとこう良い実、良い言葉、そういうものがこう人々が生み出せるようになるにはどうすればいいんでしょうか。多分これは良い木を、良い機会しか生まれないんだと思いますけども、ぜひそのあたりを聞かせていただきたいのと、あと関連して言葉以前の共通根、このイメージを教えてくださいと。多分葉になる、実になるっていうのは言葉だとしたらば、その前に多分種とか、あるいは種をつける良い木とか、あるいは良い土壌とか、多分そういうものがあると思うんですね。でそのあたりの言葉以前の共通根と、そして人々が優しい言葉を使うにはどうしたらいいのかと。でこれ原田さんは今回おそらくご紹介の中でおっしゃってなかったです。倫理学専攻ですよね確か。あ、いやいや、それはもう二十数年前にかじっただけなんで、はい、でもなんとなく今日の話聞いても、こう真摯な自分自身の残虐さを見つめるとか、そういう、なんでしょうね、やはりそのバックグラウンドって私とてもいつもこの前ズームの未来ですけどね、感じるんですね。はいはい、ぜひそのあたりも含めて、お二人にお話いただきたいと思います。では、先に原田さんから伺っていいですか。あ、はい、はい、いろんな本当に深い質問なんで、うまく答えられるかですけど、はい、まず自分が話してる言葉と、人が話してる言葉は違うんだっていうことをもう少し分かった方が、うまくいくのかなって普段思います。つまり自分と他人は同じだって思ってるから、何か自分と違う考え方をね、例えばソーシャルメディアで見たりするとすぐ葛藤する、そんなわけないだろうって思うんですけど、まず違うんだよと、バックグラウンド、生まれたことも違えば家族も違えば、まあ、収入だって違うかもしれないし文化も違うかもしれない、そういう人の言葉だっていうことが、SNS で目の前に現れた時には感じにくいんですよね。文字列としてだけ140字で現れるんで。でももう少しリアルの世界で見ると、あ、多分この人って例えばこういう仕事してるのかなとか、こういう年齢だから多分、昭和生まれで、こういう、例えばこういうアニメ見てこういう歌聞いて育ってたんだろうなみたいな、いろいろ想像しながら話すことできると思うんですけど、それができない。だからやっぱりその言葉を言った人が誰なのかなっていうことと、でその人と自分は違うんだっていう前提で、じゃあ違うところからどうやって歩み寄ろうかなっていうふうに、考えていけば、出会い頭の衝突だったり炎上だったりっていうこともうちょっと減るのかなっていうふうに思います。あと、ご質問の中にあったその共通のところをどうやって見つけていくのかっていうところですけど、まさに共通のところを見つける前に、僕はこの人と目の前にいる方と自分の違いをまず考えるんですよね。この方に会って自分のないものをかなっていうことを考えるとこから、あ、ここは共通してるかもしれないと。でその共通してることを大事にしていくので、広告の仕事をするときもそうなんだよね。ある企業の方がこういうふうに思われてる、でも世の中はこう思ってない、でも多くの場合あるんですよ。やっぱり
自分と他人が違うように企業が考えられていることと世の中の人が違うと。でも一致点がどこかあるはずだっていうふうに考えるので、まずは違いに目を向けてみるっていうのがいいんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。これ先ほど言った道具の使い方っていうのにも通ずるような気がしました。言葉という道具はそれぞれ異なる人たちがちゃんと意思疎通をしていくための道具なんだけども、一方的に相手と自分の違いを考えずに発してしまうと、当然そこには圧力が生じたり、ひょっとしたら切ってしまうようなこともあると。はい、ありがとうございます。では、はい、外藤さん、お願いします。人々優しい言葉、そして言葉以上の共通項のイメージというところでお願いします。言葉と共通項に行く前に、その前、今ね、原さんがおっしゃった僕は大賛成なのね。はい。それは原田さんもね、まあ、哲学や倫理やいろんな文化といえる教養とも言えるそういったものを持ってるから、その違いがあるものをなんかどっかに共通項がないか探したりできる。それは昔ね、皆さんも知らないかもしれないけど、大昔にその違いを楽しむ男と呼ばれてたんですよ。そうですね。あなた業界だから覚えてるんだ。はい、もちろんです。だからというわけじゃないけれども、そのこちらに来る人たちとかいろんな若い人たちが最初に僕がびっくりするのは、その違いがあるそれに対する恐れを持ってくるのね、うんうん、でもね、違いは恐れるものとしてもあるけれども、楽しむものとしてもあるわけですよ、うんうん、で、その違いはどっかにどこにあるかというと、その自分の中に文化そういう教養やいろんなものを持ってない人っていうのは違いを楽しめないです。なぜならば恐怖心が最初に来るから。ああ、そうですね。で、それをずっと 何世紀もの間使っているのは政治です。恐怖心を抱かせる。だから庶民というか国民はバカな方が扱いやすいんですよ、うん、で、その恐怖心、まあ恐怖政治と言われても、ずっと政治というのはそういうもんです。それを使ってやってきた、うん、で、個人の中に来ると、その自分の中にしっかり文化を持っている人は、違う文化を持っている人と出会った時に、えっと思って興味を抱くんです。まず、で、うちに飯食いに来ないかとかね、言えるんですよ。で、面白い話が聞けるんじゃないか。それはいろんなことを知ってるっていうか、自分の中に文化を持ってるから。で、この文化というのは何か、カルチャーで、まあ、今カルチャーセンターとしか言われてないけれども、このカルチャーの元は耕すという、クルティバール、その土を耕すということですよ。で、その土を耕して、そこに、いろんな空気を混じらせ、そして中のバクテリアを生き生きとさせ、そしてそこに種、どんな種が落ちようとも、そこからね、すごいものが出てくる。土を耕さずして立派なものは成長しない。だからその土、そこからいろんな芽が出て、実がなり、葉っぱが出、そういう言葉も含めたその土、それをどうやって耕すかどうか。で、それはその風土の文化、環境にもよりますけれども、自分の中でいかに自分の土を耕しているかどうかだと思います。そうすれば、その違う文化が来た時に恐れることなく、まあ、注意を払ってそれを楽しむことができる、うんうん、で、日本人は、まあ、幼いと無防備だと、多くの日本人が、それは平和だから言えるんでね、平和な国は大丈夫、いいんです。それでいいんだけれども、あまりにも無防備すぎる。あ、この人は最初怖いと思って、それがひっくり返ると、これはいい人、この人はいい人だと言ってしまう、うん、で、ひどい目に遭ってしまう、うん、そういう文化耕す力、そしてじっとそれを見つめる目の力、それをやはり、養った上で、その言葉、葉っぱやその違いをやっぱり話を進めていくべきじゃないかなと思う。だから文化をというのは耕すということ、それを怠らないということです。あと、ありがとうございます。今日の
グローバル、海外で活躍する日本人に大変通ずるお話だったと思います。では、その関連で、ぜひ松島さんからもどうでしょう。その言葉、ヘイト的なものじゃなくて、人々が良い言葉、あるいは分かり合えるみたいなところで、松島さんのお考え、ぜひお聞かせいただきたいと思います。僕は言葉をなくてもいいやっていう職業であるんですよね。で、お店、一番最初のお店、ニーズに出したお店は、ケイズパッションって名前で、情熱があれば何とでもなると思ってたんで、要するに種をまいてればいいと思ってたのかもしれないです。その中では、このニースで認めてもらうためには自分がニースにどれだけ興味持ってるかとか、ニースのことをより深く知ろうとしてるかとか、またはフランスっていう文化をやっぱりどれだけ学んでるかっていうことが伝われば受け入れてくれるだろうと思ってたんで、そういうなんかこう情熱のこの種を、火をね、こうつけるべきだっていうふうなのがあったんで、最初ケイズパッションっていう名前でお店をオープンしたんですよね。だから今話されてきた内容をそのまま、今だとこう綺麗にこう言えますけど、その当時はそんなことまで考えれず、ただ人間っていうのは情熱があれば何とでもなるんだと思ってたから、自分の情熱が一番伝わりやすいお店の名前っていうことでケイズパッションって言って、その当時は今みたいにフランス語綺麗に喋れたもんじゃなかったんで、この料理を作るっていうことで自分の情熱伝えてたんで、その当時はその種をそのまま言葉じゃなくて種を料理にしてました。そっか。そこで土壌を掘るっていうところで、さっきの外藤さんの話で言うと、自分のオリジン、そこのカルチャーっていうところを見つめることで、さっきおっしゃってた漢字の話とか、太宰府に行くとか言葉とか、最近ものすごく言葉使われるじゃないですか。そこはフランスに行った当初と今ではだいぶその考え方が変わってきてるっていう理解でいいですか？変わってきましたし、またフランスに行ってフランス人をね、どうやって扱うかってあるわけですよね。その前から先ほどもあったんですけど、スペイン人よりフランス人の方が大変でしょって言うんですよね。で、どっちが大変かは分かんないです。ただ、どっちも大変で、僕らはどう考えてもアウトサイダーなので、外人なわけですよ。で、そういった僕らの言葉を聞かせるために何しなきゃいけないかってなると、圧倒的な知識でしかないんですよ。その土地の人よりもその土地のことをよく知って、それを一つの武器として、ちゃんと説明した後じゃないと聞いてくれないんですよ。ただそれが表層的に美味しいものを作ってるから聞いてくれるんじゃなくて、その裏側にあるちゃんとしたその教養って言われるもの、知識っていうものをちゃんとフランスっていうことを僕が学びたいんです、学んでるんです、そういったことをちゃんと喋れるようになって、それをスタッフにまで説明しないと動いてくれないんですよ。そこはね、やっぱりあります。で、それを学んでて料理もあって、両方が上手に伝わってるから人は動いてくれたのかなっていうのがありますね。ありがとうございます。今のに関連してまたお三方に聞きたいんですけども、言葉といっても、日本だったら漢字とあとひらがながあって、あるいはカタカナがあったりすると、同じ言葉でもおそらく西洋の言葉と東洋、さらに日本の言葉って使い方や、あるいはその意味するところが若干違うのかもしれないというふうに思いました。で、お二人、松島さんと外藤さんは海外で活躍されていて、原田さんはまさに言葉を使われている職業に就かれていると。で、多分海外の広告とかだと日本語は英語になっちゃったりするわけですね。あるいはフランス語になるかもしれない。そういう時にこう、日本の言葉と西洋の言葉、こう、何が違いなのかと。使い方でもいいですし、こういう違いがあるっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。では、うなずかれてる原田さんからまたお伺いします。私は1年少しだけなんですけれども、アメリカの広告代理店で仕事をしてたことがあります。実務留学という形だったんですけど、その時に日本とアメリカは本当に違うなっていうのは思いました。特に私が行ったところがロサンゼルスだったので、そもそも多文化なんですよね。役所の窓口に行ってもスペイン語の窓口と英語の窓口がありますし、日本人街もあれば
僕、まあ、週末好きだったんですけど、いろんな国からいろんな移民の方々が来てたので、各国料理のお店が結構あるんですよ。で、アメリカってやっぱり、その、いろんな国から来た人が作ってる国なので、アメリカ文化っていうのはそういった集合体なんですよね。なので、広告の言葉も3億人の人が住んで3億人届けようとすると、すごく簡単にしないと届かないし、いろんな文化を超えてメッセージをシンプルにしないと届かない。だから、どんどん、いわば、ローコンテクスト、つまり背景とかがなくても分かるように簡単に広告を設計しなきゃいけないんですね。だからこそ、日本から、まあ、なんだろうな、英語ができるかできないか分からない僕が言ってもなんとかなったんですよ。うん、この商品はここが新しいんですよ、うんうん、ここが新しいんです、ここを買ってくださいと言えば広告になるところがあります、うんうん、でまあいわばハリウッド的と言ってもいいかもしれない、うん、ここが面白いんだよっていうことなんですよね。一方日本でコミュニケーションを作るときは非常にいわゆるハイコンテクストな社会で、どちらかというと言う内容よりもニュアンスだったり、言ってないことを読み取るっていう、うんうん、ことが必要になってきます。昨日どこかで読んだツイッターかな、ある外国から来た方がその日本の会社で働き出した時に、結構年上の、まあ、部長さんから誰々さん喉が渇いたねって言われたそうなんですよ、うん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 、でそしたらそうですねって返した。そしたら怒られた。正解はお茶を入れてくることだった。まあ今のはちょっと極端な例なんですけど、うん、日本ってやっぱり言外にあるものだったりとか、うん、ニュアンスを汲み取る力だったり、あと敬語だったりとか、うん、非常にバリエーションが豊かで、まあ、それに惹かれて来てくださる海外の方も多いんですけども、やっぱりその日本って同質性がまだ高い国なので、やっぱりあうんの呼吸で通じる部分、ニュアンスで通じる部分ありますけれども、アメリカはすごくはっきりシンプルにものをイエスの、ライトレフトっていう感じがあって、それだけでもすごく僕は日本の文化ってこうなんだっていうことをアメリカに行って気づくことがたくさんありました。はい、はい、ありがとうございます。では外藤さんいかがでしょうか。ね、正直言うとね、金子さんには本当に苦労させてるし、まあ、このズームで言葉で話し合ってるでしょ、うん、これはね、みんないい人だからね、優しいからね、でこうやって僕も話してられるけれども、本当はね、ものすごく辛いんですよ、うん、言葉で伝えるということは、うん、というのは、僕ね、石と話してる方がどんなに楽か。なるほど。今最初松島さんも言ったけど、その言葉をしゃべる、でもね、料理人だったら店やってんだからね、客商売だからしね、僕はもう石と話してればそれでいいんですよ、食っていけるんです。で石、まあ、それは注文のこういう作業のこういう大きさとかテーマとかあるけれども、それはズバズバ言っていけばいいわけで、で仕事の具体的な内容としては石と会話するっていうのは、のみとハンマーで、あれ石かわいそうだなと思うぐらいぶち込んでるんだけども、うん、あれはね、お伺いを立ててるわけですよ、うん、こうやってノックしてるわけだ。で毎回優しいノックをしながら、もしくは、うん、大掘りするときにはバーンとやるんだけど、そこにもやっぱり優しくしないと、石はね、返事をね、ひどい時には100年後に返してくるの、うん、会話してこうやってすぐに返事があればいいんだけど、50年後とか自分がいなくなった時に返事返されてっても困るんだよ。それがノーだったら大変だね、うん、イエスという言葉をずっと何百年も答え続けてほしいと願いながら、こう一回一回掘って尋ねながら掘ってるわけで、だからそこにその言葉との違いはどこにあるんだって言われたらね、これは説明しようがない言葉じゃとてもじゃないけど、うん、でラテン系のこの国は僕はいいなと思うのはね、イタリアが好きで、まあイタリアで仕事もしてたんでね、行ってね、だからホテルとか泊まってテレビ見るでしょ、料理番組が必ずあるんだよね。で、日本だと、
なんとかという音楽とともに、あの小さじ何杯とかね、いろいろと細かい、なんか数字が出てきますよね、お料理。そのイタリア料理の番組はね、なんて言ってるかというと、おばちゃんがね、太ったおばちゃんがね、もう楽しそうにね、で、聞くとね、その、まあ、見ている人たちが尋ねると、一言にらみつけて、見てらっしゃい、見ていなさいっていうのを、ね、見てろと。これは最高の教え方なのよ。というのは、いくら同じ言葉を使っても、ここで聞いておられる方々はみんな違う意味をとってます、うん。これは間違いないです。受け取り方は全部違う。で、どうやって責任取れるのか。一人一人がそれぞれの受け取り方、一つのものを見ても違うものをみんな見ているとしたら、どこにどうやってコミュニケート、正確なことができるんだろうな。だから石を掘るのと同じように、一人一人がその石の塊と掘っているように、誰も説明ができない。というか、今のこの、まあ、イタリアのおばちゃんが料理しているのに、見てりゃわかるでしょっていうね。そういう、一人一人が勝手にそれなりに理解しろというね。うん、それは僕は、あの言葉の限界というよりも前提だと思います。うん、そこで、通じないからといって、悩むのがよしましょう。それが前提なんです。ただそこに悪意があるとかでは通じるものも通じない。必要なのはやはり優しさであり思いやりだと思うんですね。それはもう言葉にはならない。そこからいろんなものが全てが始まってくると思います。ありがとうございます。松島さんどうですか？まあ本当僕今の話も聞いてないんですけど、僕は料理なんでね、一緒に作るっていうのが大事だと思ってますと。で、作ったものを、はい、味見して食べてね、食べて、はい、作れ、絶対無理なんですよ。だから一緒に共同作業をする、料理を一緒に作るっていう作業もそうですし、今僕ができてるのは、Zoom で僕が言葉を使って、見てる人は、その言われた言葉通りに動いて、鍋の中を香り嗅いだり、食材を触って、共同作業してるので、共同作業をすることをしていけばいいかなと僕は思ってます。で、それが言葉だけで共同作業じゃないかったら、一方通行になるんで、いいものっていうのはやっぱり生まれてこないんで、僕は料理をやってる立場だと、師匠と弟子が一緒に作業するっていうのを、本当に体を動かして共同作業するっていうのも大事ですし、僕は福岡で生まれてる博多山笠ってあるんですけどね。はい。親方が弟子に対して、若い衆に対してね、うん、高みの見物で言葉で指示して作らせてするんですよね。うん、でもそうやってすることによって、意思がこう伝わっていくっていうことがやっぱり大事だと思うんで、まあ体を動かさないでも、言葉でこう若い子を動かすことによって共同作業っていうのが大事かなと思います。ありがとうございます。料理のね、今の、あの共同作業、だからね、そのイタリアのおばちゃんもね、ちゃんと見てんのあんたっていう言い方っていうかね、見てりゃ分かるでしょうみたいなね、そこで大さじ1杯だろうが小さじ1杯だろうが別にいいのよっていうね、その人のやる気を見てると思うんだね。で、これは、まあ、弟子を集めるというか、スタッフを集めるとき、料理人だったらどうするかって言ったら、目玉焼きという簡単なものを作るのを、申し込みの人たちに作らせるんじゃなくて、雇う人が作るわけですよ、と僕は聞いたんだけど。で、塩とオイルと卵とフライパンと全部並べておいて、ちょっと離して。そして、その、オーナーっていうか、その人は、全部、距離も全部自分で測ってるわけだから、見なくてもできるわけです。その間に、その申し込みの人たちの顔、目をずっと見てて、で、次に何を取るかっていうのを、先に目を動かした人間を取る。つまり、その師匠が何をやろうとしているのかを追うのではなく、自分だったらこうするだろうというのを先に行く。つまり、僕が言ったのは、やる気を持つっていうか、持っている人というか、聞く耳を持っている、聞こうと思う人。そしてそこに
何かこの自分の魂のもの自体こう思い込むじゃないな、魂をこう、入れ込める人、それが会話というか言の葉の大前提でなかったら、いかなあのもの言葉を使ってたしてもそれは虚飾にしか聞こえないだろうし、うん、あの人間の本質のところじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。今日のテーマは言葉なんですけども、言の葉、言葉は大変強力なツールであって、そして我々それぞれの人と人とをつないでくれる、まさにコミュニケーションの道具でもあるんですけども、とはいえ今外尾さんや松島さんがおっしゃったように身体性みたいなところ、一緒に何かやってみるとか、目を見るとか感じるとか、石だったら身体性そのものなわけですよね。先ほど外尾さんが言ったように血が流れるんだと、まさに身体性を通じてコミュニケーションをしていると。そう考えると現代のこのツイッターとか SNS で言葉が飛びたかってる現状って、どうも言葉に頼りすぎてるのかもしれないと気がしました。身体性とか、あと背中から学ぶ暗黙知みたいなものをあまり軽視すぎると、それが逆に言葉の道具としての使い方を誤わせるんじゃないかというふうにも感じました。さあ、そろそろ時間ですけども、圭介さんどうしましょう。いや、今ちょうどね、あの、はい、ちょうどいいなと思って金子さんが今おっしゃってるのが、はいはい、今打ち込んだんですけど、言葉が飛び交うっていうのはこれ地獄なんですよね。地獄の獄っていうのは、ね、実はあの狛犬の犬と右側に犬で犬がね言い合ってるって状態なんですよね。うん、言い合ってるっていうのはこれが地獄だっていうことを、あのお坊さんに教えてもらったんですけど、 SNS で言葉だけをこう飛び交わせてるっていう、これ世の中はもう地獄の状態になってるってことですね。うん、っていうふうに今ちょっと話のね、あのまとめをこう金子さんがされてるのをしてると、はい、やっぱりこうこの地獄の状態からこう救っていくことが必要なんで、新たな、なんか種をどこにあるかってみんなでここを探していくことが大事かなって今思いました。そうですね、言葉の向こうにあるものを想像するっていうことが非常に難しいことになってるんだなって思うので、やっぱりその言葉の向こうにあるものを想像する力を養わなきゃいけないし、そのためにはやっぱり実体験っていうんですかね、実体験を養わないと、自分の知ってる中で言うとこういう人かな、この言葉を言ったのはっていうような、そういうことも生まれてこないような気がするので、やっぱり体験する、まあ例えば石を掘ったら血が出るよっていうことが分かるとか、そういうことがなんか大事なんだなって思いますね。確かにこれだけこうアフターコロナって言われる中で、これもオンラインですし、スマホで見るのも文字ですし、言葉偏重になっている中で、どうやったら身体性とかそういうこう生々しい経験とか、人の目の光を感じるとか、意欲を感じるとか、背中から感じるみたいなものをどう補っていくのかっていうのは、ひょっとしたらアフターコロナにおける大きな宿題なのかなと。私もビジネス教育をやってるんで、大変それを今日思いました。はい、ありがとうございます。あの質問が来てる、その質問にも答えを、はい、お願いします。ぜひ。あの、まあ、人工物の中で生きてて、その、例えば津波に対する防波堤を作るのは正しいのかどうか、あの自然、まず最初自然には勝てないということ、自然に勝とうとしたってそれは無理です。自然の知恵を生かしていこうと考えた最大の知恵者、ソクラテス以降の最大の知恵者はガウディです。そのガウディの自然と共に生きていく知恵を心 DNA として持っている日本人をやはり磨き上げてもらったらいいと思います。それは言葉というのは人間同士の言葉ではなく、僕が人と会話しているように木と会話したり、それから海と対話したり、風と対話したり、そういうのをまあ少しコロナから解放された今、あの少しずつ全人類が忘れずに行っていったら、人間だけで対話している言葉よりももっと豊かな言葉が生まれてくると思います。ありがとうございます。では、ゆうすけさん行きましょうか。はい、はい、
ありがとうございました。今日もなんかこのコロナによって時間を得たっていうふうに多分多くの方は感じてると思いますし、その時間をたくさん得すぎて暇を得たっていうような感じになってる人たちも多いですと。で、ニュートンは昔パンデミックがあった時に、この暇を得た、この暇のことを創造的だって言ってるんですよね。創造的休暇っていう時でことを言って、その時に重力があるっていうのを発見しましたと。だからこういう時間がある時に何を得るかっていうのを自分自身に問うのがやっぱり大事だなと今日は改めて思いました。で、最後は漢字をね、書いたんですけど、人間の弦に、間に気を入れるとね、こう、暇っていう感じになるんですよね。うん。今ね、気との対話だよって外尾さんもおっしゃってましたけど、この暇っていう感じをね、こっちの感じでね、感性で言うっていうことであったり、こう、静かにこう、間を持てる、そういうふうなことの意味を少しもう少し、漢字を使ってる日本人っていうのは、気づき直すべきだと思いますし、まあ、日本人だけじゃなくてこういう漢字を使っているのは実は台湾人もそうですけど、本土の中国人は使ってないっていうのが今の現状なんで、まあ、僕ら日本人がこう世界に対するなんかこう大いなる問いを問うのには、僕らがこう幸い学んできた漢字っていうのが非常に生きていくんじゃないのかなと今日は改めて思いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。赤崎さん、ミュート。大変失礼いたしました。今日皆さん本当に楽しいお話ありがとうございました。本当にたくさんのことの葉をいただいて、今すごいいっぱいの気持ちでいます。なのでミュートにしてしまいました。すいません。はい、ではですね、最後にちょっと次回のご案内をして、お別れとさせていただきたいと思います。はい、こちらの対話シリーズ全5回シリーズなんですけれども、来週がいよいよ最終回になります。で、最終回はですね、新しい現実からの新しい問題、世界で戦う日本人に必要なことということで、 K&カンパニーの高岡様をお招きして開催してまいります。高岡様は元ネスレ日本の代表取締役 CEO でいらっしゃって、今年の3月に退任をされて、今は高岡様個人として活躍をされています。で、この、コロナになる前もちろんのこと、ずっと実績を続けられたという、グローバルで戦う日本人としての、あるべき姿みたいなものを最後の対話で、皆様と楽しんでいただけたらと思っています。ぜひまた来週も皆様とお会いできることを楽しみにしております。それでは今日も外尾さん、原田さん、松島さん、金子さん、ありがとうございました。ご聴講いただきました皆様もありがとうございました。これにて終了とさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。